い。それで、では、最後にですね、はい、まあそういうことも含めて、新自由主義、それから、維新ね。ね。まああの、新自由主義路線は間違いなんですけど、この維新なんですよね。もうここをね、本当にね、困ったもんですよ。本当、つまりね、多分ね、維新、維新に対して反対でしょ？反維新。というか、日本維新の会って、もともと作ったの僕ですから。そうなの？そうですよ。日本維新の会は地域主権改革のために作ったんです。政治団体。134人の国会議員で政権の時。それはだいぶ前ね。この維新ができる前に、ね。これ前。で、彼らは大阪維新なんです。日本維新、僕。で、大阪維新がある時に日本維新の会あったんですか、すでに。実は。僕は作ってた。あ、そうなの？それで、橋本さんから名前を譲ってくれとか。あ、そうなの？石原さんが亀井静香さん通して、2億円でいいから名前譲れとか。ほう。そのうちに取られちゃったんです。ほう。ただで。2億円そんな金でね、名前を売るような人間だと思ってますかって言うと、あんだったら2億円もらってた方がよっぽど。いやいや、じゃあ、というか、その政治団体作ってなかったんですか？政治団体作ってるんです。届けてた。届けてるんです。ところが、彼らの論理は政党と政治団体違うから、勝手に取ってもいいっつんで取ってるんです。で、まあちょっと、そんな裏話はどうでもいいけど、新自由主義で、その、沈む船の中の椅子取りゲームやってるのが、そうなんですね。まあ、維新ですよ。そうですね。うん、で、官から民にとか言ったって、民で通用しない人たちが、民間はさもいいだろうって言ってやってるんですよ。うん、で、とんでもない。まあ、だけど、今回の万博で、あれ、見切る改革ちゃうやろって言ってる。いや。ね。俺見たことがある。だから、まあ、維新の中にもいい人いるから、全部が全部って。実は、民主党の代表選挙の推薦人、維新の方が多いんですよ。僕の。あ、そう？ええ。あ、民主党から維新に行った人が。維新に行った人が結構いて。あ、梅村とか？梅村さんもそうだし、山本豪生もそうだし、市村もそう。まあ、名前言えばいっぱいいて。で、だから、彼らに、お前、新自由主義早く捨てろと。どうせ大阪の、そう一級市民と他の、あ、ちょっとこれで止まってあれかわからんけど、どうせ差別されんだから、一緒に出てこいという話を言いました。いや、梅村さんは民主党でいたけどね、彼は、僕もね、参議院で一緒だったけど、彼はなかなかね、いいやつだなと。いい議員ですよ。つまりね、反新自由主義だからね、それがなんで私維新行ったんかなと思ったんですよ。いや、だって宗さんだってそうでしょ。宗さんが維新にいるっておかしいでしょ。まあ今度、除名というか、離党なさったからよかったですけど。そう。まあこれね、だから、そういうとこあるんですよね。この、いろんなご縁でたまたまなっちゃうっていうのは。だけど、本当にこの、維新が目指してるのはね、新自由主義路線っていうのは結局、まあ、共存原理主義ですよね。で、これは自民党もそういうとこやってきたし、まあ、民主党政権もね、結構そういうとこあったんですよ。で、ところがお互いやっぱりこれね、しまったなという反省がね、あるわけですよ。おっしゃる通り。で、ところが、そういう反省の中で我々やってきてるのに、もうこの日本維新の会はね、全くね、そういうことを勉強しないというか分かってない人たちがまた、旗振ってるんですよね。特に大阪維新の会から出てきてますからね。まあ、そうですね。これは本当に困っちゃうんですよ。身を切る改革っていうのは、その自分たちが、要するに、国会議員を副業だと思ってなきゃできませんね。そうね。僕はね、現実そういう人がやってるんだからね。それで、副業でやってて、それ利用して、その、偉い利権食ってる。だから、火事の時も一番先に金もらってたのは維新の人だったじゃないですかね。あ、そう。そうだったじゃないですか。ほら、S 字っていう、ちょっと名前言うとあれだけど、下地くん。ね、カジノ企業から金もらってたじゃないですか。あ、そうなの？先生、やっぱり。僕ね、全然ね、そういうこと疎いんですよ。ていうか、ものすごい民主党政権、ガリガリにやってたじゃないですか。いやいや。でも。いや、というかね、大体そもそもね、カジノ話は、ね、安倍さんの時出てきたんだけど、それは、まあ、全くね、インバウンドもない時代でね。そうそう。その時に、まあ、カジノをやったらね、インバウンドから、ね、要するに外国人に、ね、そこをカジノを提供して、ね、上がりをね、日本人がすり上げるという仕組みだからね、まあ、いいんじゃないという話で、もともとやったんですよ。シンガポールがね、それと同じことやって。そう。でも、
ね、もうそんなことやらなくてもインバウンドでそもそも観光でいっぱい来てるんだからね、うん、もういらないわけ。そう。ね、で、時代変わってもうたんだけど、まあ、まあ、あげた手下ろせなくなって行ってもってるんだけど、そこに乗ってきたのが維新、うん、維新っていうか大阪ね、そう、あそこの夢島ですか、あのなんかやってんだけど、あのとこ初めから物建てられるとこじゃないからね、軟弱地盤ですからね。だからまあ万博はそれやるための宣伝材料で彼らが、ね、あの手挙げて誘致、まあ、することになったんだけど、万博自体はあのなんていうか、あの仮設の建物だからね、とりあえず建てられても、あと高級鉄施設って絶対建てもったら恐ろしく金かかりますよ。恐ろしく金かかるし、今回もこれあの期限延ばしたことで、僕はあの建築屋の息子なんで、あ、そうですか、建設業にむちゃくちゃ負担かかります。そうでしょう。それと僕はあのさっきシンガポールの話で、大臣の時に李桓裕先生が僕の先生で来られて、大臣、あの、歳費いくらですかって言ったら、2000何百万ですって言ったら、あなたはうちで何勉強してきましたかって怒られたんですよ。シンガポールはトップ500がですね、500人が最低2億なんですって。あ、そう。政府の人間が？そう。それは何かって言ったら、それでもみんな文句言わないんですよ。テマセックとかなんとかで、政府系ファンドで儲かってるから、国民に、その当時はですよ、年金で家を2回建てさせられる。だから、よく身を切る改革で政治家が貧乏になきゃいけないなんて言ってるけど、うん、中国のチャイナセブンのうち、彼らの7人のうち4人は常に外回ってるじゃないですか。アメリカだって、なんかアメリカの国会議員はボランティアでやってるとか、冗談じゃない。莫大な金持って、そして選挙キャンペーンやりながらやってるわけです。うん、それなのに日本は悪かろう、利権で声太ってるだろう、そして問題を起こすだろうの政治家。うん、こんなの逆で、うん、国会議員はもっともっと政策とかなんとかもきっちりできるようにしなきゃいけないんですよ。うん、だいたいその、あれでさっきディープステートの話をおっしゃったけど、産学、ね、軍産複合体でいう話をおっしゃったけど、まあ、あの、アメリカディープステートとに関わらず、大概みんなそうですよね、世界が。だってもう、政府そのものがそうなんだから。そうそう。規模が違う。これは。だから僕も自民党時代に習ってるんですよ。これ言っていいか分からないけど、あの、お前らもな、政治家になるんだったら総理になる、まあ、西田先生のような人と、それから、あの、その他大勢の手上げ部隊と、あと雑巾って言われてるんですよ。うん、雑巾。これはあの、派閥の、いや、冗談じゃない。逆ですよ。あの、クリーナーですよ。雑巾とクリーナー全然違う。あの、雑巾っていうのは汚い金をもらってきて、派閥に納めて、納めて、そしてそれはもう、場合によっちゃ切り捨てられると。うん、でも、よそはこの雑巾がむちゃくちゃ多い。で、さっきの維新の話にすると、うん、まあ僕らが昔自民党で言ってた雑巾屋さんが多いんだろうなと思います。そういう感じですね。もう完全に、そういう、まあ、言い方悪いけれども、裏に利権というかね、うん、そういうのがなんかプンプンするんですよね、彼らの話っていうのは。で、特に、要するにね、規制緩和とか、ね、民にやらせたらいいとかいう話はね、だってそれを受けるのはね、受ける人たちから、まあ、多分、迂回も含めていろんな、なってるんだろうけれどもね、これは、それも含めた、まあ、構造改革という言葉もそうだし、要は、何らかの形で損する人は得しては出てくるんですよ。うん、で、一方的に得してる、する人の話をさもね、みんなの公益のように持ってくるんだけど、で、空っぽで損する人は、それは既得権益だと。うん、既得権益はね、なくした方がいいというね。うん、そんなことを言ったら、あんた、かつての日本のね、要するに進駐軍がやってきたと同じでね、無理やり進駐軍がやってきて、全部ね、畑取り上げられて、農地改革と同じで、それは、ね、そんな、それは革命じゃないんだから、ね、その無茶したらダメなんですよ。やっぱりちゃんとそこは、皆さんの生活、それから日本人の文化に合うかどうかということも含めた、そういう話し合いが必要なんだけど、そういうとこないんですね。うん、なんか彼らは、古いもん潰して新しいもん作りたいという、そしてそのことで目立ってパフォーマンスで選挙を受かったらいいという、うん、なんかそんな感じしか見えてこないんですよね。おっしゃる通りですね。だから極左のグローバリストって、まあ、極左グローバリストの、特徴っていうのは、公、とにかく彼らは国立とかいうのが大嫌い。うん、とにかく民にすると。うん、で、私物化された公を民営化したらもっと私物化できるじゃないですか。だから、この構図にみんながもう気づいてきたんじゃないかなと思う。うんうん、僕は西田先生に感謝したいのは、京都だから。京都で泊まってんですよ。そう。
これね、今ね、実はね、あそこ、京都と大阪の境に、岩清水八幡宮というね、うん、八幡さんの、総本座があるんですね。うん、で、そこの麓の町が八幡市というんですよね。うん、で、そこで、自民党の推薦、自民党だけじゃない、立憲民主も、うん、公明党も推薦してくれるんですが、そこの川田翔子というね、33歳の女性、それと、維新の候補と共産党と三つどもえの戦いだったんです。で、私ら出陣式行ってきましたね。これは まさに原稿だと。ね、福岡、ね、太宰府でね、みんなが、食い止めたようにね、今度この八幡さんのところで食い止めないといけない外人部隊。その、大阪から、モンゴル軍団よろしくね、外人部隊が入ってくるわけですよ。で、これを食い止めて、ね、やらないと、日本の独立守れないと。んで、一番ね、この時ね、山野井さんがね、いいことをね、おっしゃってね。山野井さん。で、これはね、だって、皆さんと、ね、京都府の八幡市長選挙にね、うん、吉村大阪府知事が来てね、一生懸命応援してるんですけどね、ね、大阪府の知事とね、応援してもらって、ね、八幡市は何か大阪から予算がもらえるんでしょうか、もらえるはずだ。共にいいこと言うんですね。それよりも、こちらはね、西脇さんという京都府知事と連携するって言ってるんでしょうと、八幡市のためにどっちがいいかって、もう言わずもがなんじゃないですかということをおっしゃって、その通り、ちょっと見直しました。要するに、維新とね、京都でも戦ってますけど、要は、京都はね、やっぱり大阪のね、なんで大阪の人間の話を京都が聞かなきゃねと、そういうのありますよね。それはもう無理ですね。だから、ここはなんとか浮いても思うんですが、まあ、問題はね、京都市長選挙もあるんですがね、これは前原さんがどうしてあるかな、ね。ああ、なんか前原、福山で、なんか、ガンガンにやってますよ。だから昨日、山の上、お前が、あれ 7期なんですよ。はい。で、前原さんが8期、僕4期。はい。はい、で、福山君もうちょっと11期かな。はい、まあ、山の上君の指導力が全くないからこうやっていつも、もう京都で無茶苦茶になるんだと。今のあれか、整形塾のね。整形塾の。僕は、はるか上ですけど。なるほど。あれ、他衆議院議長もっと上のはずなのに思ったら、4期っていうのはその整形塾、ね、衆議院のですね。衆議院ね。松下整形塾の4期。なるほど。僕、前原さんと野田さんが、の間が僕なんですよ。ああ、なるほど。4期で。まあ、しかしね、どちらにしましても、この維新路線っていうのはね、もうだんだん、ほころびが見えてきて、一番ね、あれなのは、大阪の万博が遅れてるでしょ、で、僕はよくわからないけどね、いろいろこう、みんなの話聞いてると、結局、あれじゃないですか、大阪府も大阪市も、維新が政権取ってですよ。ほんで、身を切る改革をやられて、ね、仕事はね、きつくなる。ね、さらに給料は上がらない。で、そのモチベーションもちゃちゃ下がってるところにね、今度、パフォーマンスで、ね、あそこ、万博やるとね、初めから大変なところ、軟弱地盤の大変なところでやるっていう話になって、で、その現場の仕事全部、風都市がやらなあかんんですけどね。ほら、はじめからね、知事と市長はね、ガンガン言ってるけど、職員が別にやりたいわけでもないしね、やる気全く起こらないよね。ないですね。これは。だからもう、それは、まさに、大阪問題だと思いますよ。おっしゃる通り。これは。そして失敗したのは職員のせい。成功したら自分なんです。そうそう。そういうのが全部見えてるから。見えてるからね。身を切る改革、万博ちゃうやんって、今、大阪の人たち。この間大阪行ってきたんですよ。このパンデミック条約の件で。なるほど。1300人ぐらい集まって。この WHO のあれをやったんですけどね、その時に、やっぱ大阪だから大阪の人、ガーッと、京都からも来られてます。あ、そうですか。先生のファンの人、結構いっぱい来てた。あ、そうですか。いや、ありがとう。それでね、結局ね、僕思うんだけど、これ、このいろんなね、この畑山さんもそうだし、で、宗男先生もそうだし、原口先生もそうだけど、まあ、今は全部政党ね、違うんだけど、もともと自民党なんですよ。これね、それでね、結局自民党のやっぱりあれは、同じ党の時でも意見ね、違う人もたくさんいるんだけど、要は、話して、ね、うん、ものを決めていこうやという文化がありますわね。うん、そうですね。これは。それは保守の文化なんですよね。だからさっき申し上げたような、グローバリストの、左翼グローバリストの、昔の革新官僚みたいなあれじゃないんですよ。そう。だから反対するやつは敵だと、ね、いう形だったらね、何も話できないんだけど、そうじゃなくて、反対してる人は反対する理由があるんだけど、何なのと。
というのを引いて、で、そこの人たちは総理選手、じゃあこれならどうだと言ったら、うん、それならいいですと。もうこういう話なんですよね。おっしゃるところが、維新路線というのはね、反対するやつは敵だと。叩き潰せ。叩き潰せなんですよ、うん。これね、これ恐ろしいですよ。維新は本当にそうらしいですよ。うん、それだと結局、最後ファッションですよね。そうそう。だから、これではね、日本の文化として、絶対成功するはずないし、うん、まあ、初めはね、面白いから、見せ物としては面白いんで、維新に投票する人もいるかもしれないけども、それこそ、維新の中で、維新自体が日本人なんだから、結局はね、やっぱり持たないと思うんですよ、ね。持たんです。おっしゃるとおり。うん、僕はちょっとこれ言うと天皇の、政治利用って言われるとあれだけど、今上皇陛下が天皇陛下でいらっしゃった時に3つのことをおっしゃったんですね。もがりが重いっていうのと仮装にしてくれっていうのと、それからその、いわゆる生前退院と。これ何かっていうと、まあもう社会性っぽいですけど、日本の歴史は、その国つかみと天つかみの、こういうあざなえる縄のごとしで、やっぱり明治維新、僕らの先祖明治維新本当にやってるんですけど、うんうん、あれはやっぱり垂直型の天つかみ、うん、で、ね、これを150年もやってたら日本は耐えきれない、うんうん、やっぱり日本人のあれは西田先生おっしゃるように、うん、国つかみっていうか、ね、みんながね穏やかで、そうそうそう、まさに和みを持って尊しとする大和心でもって、寛容であり、うん、そして穏やかであり、うん、でそれが大和心なんですね、うん、それをああいうふうな空心でやってしまうと持たないんです。そうですね、無理が、やっぱりあの時、明治維新っていうのは、外発的にね、はい、出てきたところがあるから。外圧です。ね、外圧で。だから、日本人の、まあそういう、伝統的なとこ、逆に否定するとこがあったでしょ。だから、神仏ね、この廃仏毀釈ですよ。はい、なってきて、で、もともと、神仏、この一つになって、仏教と神道は一つになってきたのが、はい、日本の伝統でね、はい、聖徳太子以来ずっと。ところが、それを無理やり分かれてしまって、ところから、まあ、おかしなところが出てきてるんですけどね。うん、まあ、その後、昭和の戦後の占領も、これも外圧でやられて、うん、まあ、だいぶね、その外圧で日本の形が変わってきてるんだけど、やっぱり、とはいうものの、日本人のね、うん、伝統は、それぞれの、DNA に生きてますからね。おっしゃる通りです。もう一度やっぱりそこをね、考えるべき時期に来てるんですよね。全くその通り。歴史や伝統なくして、僕は自民党時代の佐賀にぜひいらしてほしいんですけど、はいはい、吉野ヶ里遺跡ってのがあってですね、はいはい、吉野ヶ里遺跡っていうのは、縄文から弥生、それから邪馬台国から大和朝廷に至るまでの長い歴史なんです、はい。で、これを残すってやったら僕は何て言われたかというと、うん、君はね、自民党の青年局長なのに、共産党のようなことをやると。自民党の前は共産党だって言われたから、県議の時に。先輩方おかしなこと言いますねって、この歴史をね、残さないで何が保守ですか？開発性と言ったわけですから。これね、だからそれ、なんとなく、京都でも、実は、ね、共産党がこと保存をね、やっぱり言うわけですよ。で、その当時僕らもね、自民党の、副会議員で言いましたけれども、ええ、まあまだね、あの時代はね、うん、バブルが、まだ流れも含めてあって、だから結構ね、開発すべきだという声が自民党なんかであったんだけど、ある意味で言うと共産党のそういう主張の方が正しかったんですね。ね、歴史や伝統を保守が大事にするって当たり前ですもんね。ところがそれが、そこの話が自民党が責任なくて、自民党はこう言ってたんですよ。我々は保守政党ではないと。革新政党だと。共産党こそ保守政党なんだというね。これで、ね。頭痛くなるけど。いや、しかし、本当にそういうことを言っているね。まあ、もう名前言わないけど、国会議員の先生もいましたよ。うわ。まあでも、その中でね、やっぱりこう、本当の大和心を先生がこうやって、西田チャンネルで、週刊西田でですね、やっておられるっていうのは、ありがとうございます。私、このチャンネルをもとに自分の YouTube チャンネル立ち上げたんです。あ、そうなんですか、いやいや、恐れ入ります。いや。今朝、今度は立憲共産党って言われる。なんか俺いつも共産党。なんで共産党って言われるんですか。いや、要するに、自分たちの理解の及ばないものは自民党の時代でも共産党と言われるし、今だって、積極財政やれと、うん、もうこの緊縮の、立憲民主党執行部は早く乗っかれと言ってるんでですね。正しいですよね。正しいです。正しいですよね。勝ちます。いや、わかりました。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。